今回ですね、芝刈り機を買いまして芝を刈ります。芝刈り機はですね、アマゾンで買ったんですけど、家の庭見えますかね、こんな感じです。これ僕の家の庭なんですが、芝がだいぶ伸びています。これをですね、芝刈り機で刈っていきたいと思います。こんな具合にですね、結構伸びてますよね、芝が。これをですね、どのぐらい刈れるのか、やっていきます。それでですね、これがですね、アマゾンから届いた僕の買ったですね、芝刈り機です。中はですね、こんな風に梱包されています。じゃあこれをですね、説明書を見ながら、組み立てていきますね。こういったですね、説明書が入っています。これがですね、出来上がったところですね。このブレードで草を刈ります。でこれは足元の方へ、操縦者の足元の方へ石が当たらないようにするカバーですね。で次にバッテリーをこれで取り付けていきますね。ここにバッテリーを取り付けていきます。これで伸びるんですね、これでね。ここにバッテリーを取り付けていきます。バッテリーはこれです。このバッテリーを使います。こう入るのかな、こんな感じで。これで、買っていってみますね。まあ枯れますね。枯れてるで、枯れてるよ。